はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、ピーマンです。というわけで今回サクサクセスにて、外野手を2人ほど作っていきたいと思います。作った選手はですね、ペナントで今回5年間回していきたいと思いますので、回してみた結果をですね、ブログの方にね書いておくので、もしよかったら一度見に来てくださると嬉しいです。 OK、 レジェンドな成績残れ、残す選手を作っていきましょう。行きましょう。じゃあ今からまず1人目作る選手はですね、ピーマン51にしましょう。この選手はまあイチローをイメージしてね作っていけたらなと思います。まあ高い打率を残しつつみたいなね。あー、行きましょう。数字はどこだ。 OK、 これですね。まず1人目はピーマン51、イチローをモデルにね。OK、名前のののののの OK、 検索するよ。おーやー、行きましょう。イチロー、じゃあね、右投げ左打ちだよね。右投げ左打ち、外野手で OK。 そして振り子打法で行きましょうか。チームはね、オリックス入れようかな。オリックスでいいかな。オリックスでいいでしょう。そしてプロ入りカードの方を持たして、天才カードの方も持たしていきましょう。 OK、まず今から作る選手ピーマン51は果たしてどのような選手になるのかな。これは楽しみだ。いきましょう。必ずいい選手作っていきたいと思いますのでね、任せてくださいよ。ピーマン51、イチローをイメージして作っていきたいと思います。 OK、 あー、初期能力いいな。走力 D、 これは理想な形ですね。弾道にミートはいい、パワーは F で、走力 D、肩力、守備力、エラー回避ともいいですね。これいいね、いいね。選手が1人か。ゴール地点はあっちか。 OK、 まずはやる気アップ。どこに行った。ノー。 OK、 ナイス、後藤にあった。フルヒッター、イエスイエスイエス。さあ、初版能力つきましたね。よかったよかった。 OKOKOK、 ナイス。お、体力結構あるな。まだ行こうか。まだ行きましょう。守備力、そして OKOK、 どうだ。お、無地パネル、マジか。このタイミングで嘘んでしょ。行こうか行こうか。 OK、 どうしようどうしようどうしよう。まあ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 、ワンステージ目はまあこんくらいでいいでしょう。無理にね、無理に行くシーンではない。しかしちょっと間が悪かったな。 OK、 第2ステージでございます。現在もういい感じで来てますね。このまま行けたらいいなと思います。とりあえずまずはおにぎりマスを踏みに行こうか。よし、体力回復いいね。ナイス、いいぞ。 OK、 肩力が7。待てよ、シャッフルマスはあそこか。いやー、おにぎりマスも踏みたいんだけどな。今結構体力あるからね。どうしよう。まあいいか、踏もうか。 OK、 ナイス、体力回復。おー、来た来た来た、ナイス。お、弾道あるね。でも弾道は別にでもいいんだけどな。あ、どうしよう。おにぎりマスを踏みたいんだが、まあいい、肩力が下がった。おー、また来た、ナイス。やべえな。 OK、 いいねいいねいいね。とりあえずこっち行っての OK。 そしてシャッフルマスでおにぎりマスを近くに近くに。下か、どうしよう、下行こうか。行こう行こう行こう。どうだ、2、あー、もったいない。これまずいな。ちょっと失敗したね。無理に取りに行くシーンじゃなかったね。のー、まあいいでしょう。はい、走力の方が C になりましたね。よかったよかった。第2ステージの時点で C ですか。OK、 おー、しょっぱの上に宝、そしておにぎりマスが横にある。先週にもあっておかないとね。 OK、 ミートが11、素晴らしい。いえ、プロ入りカードもう持ってたの。やべやべ。 OK、 体力回復いいね。 OK、 走力が7。 OK、 B ですね、体力回復。わーお、素晴らしい。やべえな。 OK、 先週会いましたね。ピーマン1、なんだ1だ。あー、これさよなら男かな。の肩力いいね。ただ能力2つちょっと寂しい感じはするが。お、ミート強化カードいいじゃないか。 OK、 もう第3ステージはこんなもんでいいでしょう。無理に行くシーンではない。 OK、 行きましょう。ただね、ちょっと今パワーが全然ないかな。ちょっとパワーが全然ない感じなので、最悪 CB にはしたいんだよな。のーん、しょっぱな赤マスか。赤マス、パワー、うわ、またパワー下がった。まずいな。カレンどこに行った。明日か。とりあえずシャッフルマス、どこに来る。うわ、カレン手前にいるな。 OK、 行こう。ナイスナイスナイス。 OK、 カレンに会いに行こう。カレン OK、 ナイス、テル回復、素晴らしい。ありがたいね、カレン、ありがとう。
カレン好きだわ、俺。カレン好き。うん。お前が、お前が、お前がやっちまった。やっちまった、俺。お前が、あ。うわ、これマジか、やばいな。フルナンデス、体当たり。うわこれ最悪。とりあえず、おにぎります。いいね、ナイス。が、肩力。微妙な選手になってるような気がする。まずい、パワーが全然ない。オッケー、体力回復。もう第4にかけるか。第5にかけるか。いや、マジか。ちょっとパワーがなさすぎて、ちょっと引くわ。引くわ、ちょっと。うわ、能力も少ないな。オーケー、来たね。プロ入りカード持ってるんだ。あとは好きなだけ暴れましょう。おにぎりマス踏んでーの。下マイナス踏まないとダメだからな。とりあえず宝踏もうか。肩力、まずい。カレンどこに行った。カレンは下か。よし、B 来たね。B 来たが、ここから。カレンこっち向くんじゃないぞ。カレンこっち向くなよ。とりあえず選手ナイスナイス。来た。誰だ。川端、肩力7。いや、ひじりちゃんはどこにいる。どこに来た。どこに来た。あー、下か。来るか。こっち来るかな。あわよくば来てくれた。助かるんだけどな。オッケー、来たね。ミントが7。あー、でもいい感じ。オーマイガー、マジか。おオッケー、いいぞ。ナイス。あー、でもこれ青マスないもんな。あ、来た。ムジパレル、これはガチ感謝、ありがたい。これはガチ感謝だね。オッケー、あと青マス全部踏んでいきましょうか。もうやるべきことっていうのは。オッケー、でもいい感じ、いい感じ、いい感じ。あー、どうしようかな、どうしようかな。ここ踏もうかな。あー、守備力まずいな。あー、もうこんな感じですね。いいでしょう。いやー、でもいい感じだよね。まあ、ちょっと一郎近い感じ。パワーがなさすぎるかな。まあ、一郎もパワーある方ではないんですが、まあまあまあ、でもいい感じでしょう。ミート A、総力 A、ただちょっと青能力が欲しかった感じ。OK、まず一人目の選手、こんな感じでどうでしょうか。うん、パワーがやはり欲しかった。OK、でまずは顔設定の方していきましょう。お任せお任せ。編集で髪の毛、髪の毛はね、もうピーマンが作った選手は全てこれっていうのが決まってますから、これルールですからね。どんなイケメンでもこの髪型してもらえますから、これルールですから。本当にこれを破るやつはね、本当いらないですからね。全て緑でいいでしょう。 OK、 はい、こんな感じでどうでしょう。うーん、いいね、いいね。この選手をですね、ペナントで、5年間回してみたいと思います。次の選手もね、回していくのでね、何度も言いますが、ブログの方に書いておきますので、もしよかったら見に来てくださると嬉しいです。 OK、 こんな感じですね。いいでしょう。さて、次行きましょう。次作る選手はですね、ピーマン55。これはね、松井をイメージしてね、作っていきたいと思います。パワーとミートをね、まあ中心にね、その他はね、その他あまり、まあ、ホームランも打てつつ、そして率も残せる、そんな感じのね、3割50本くらいのね、選手を作っていけたらなと思います。50本はちと言い過ぎか。まあ、そんな感じですね。おーいえ、行きましょう。今55、いいね。さて、ここからどうやって作るかだよね。OK、 いましたね。 OK、さて、松井は右投げ左打ち、守備は外野手で、松井ってなんだっけ。まあいいか、適当にやっときましょうか。ちょっとわからないんでね。そしてやはり巨人でしょう。そしてプロ入りカードはやはり絶対持たして、チヤホヤカードこれを持たしておきましょう。特殊能力もね、たくさん取っていかないと。 OK、 これでいいでしょう。これで作っていきたいと思いますのでね、いい選手ができればいいんですが、どうでしょうか。この選手もペナントで5年間同じチームに入れてね、回していきたいと思いますので。OK、まずは、矢部とガンダーか。まあ、ガンダーはね、アイテムくれるから非常に助かるんですけどね。ぶっ飛ばしカードありがたい。 OK、 走塁強化か。今現在の能力はこんな感じですね。 F が多めですね。弾道が欲しいね、個人的には。 OK、 ナイス。矢部走力7、いらねえな。いらねえな。走力は俺は求めとらん。パワーが欲しいんだけどね、パワーがないね。まさかのパワーがない。とりあえずもうクリアしましょうか。これ全然パワーねえや。
語るばっか。オッケーいいでしょ。いやいや、ワンステージ目ちょっと幸先の悪いスタートになりましたね。パワーマスが全然ない。オッケー、ガンダーと選手がいますね。とりあえずガンダーに会いに行きましょう。ガンダー、オッケーいいね。ミート強化カード、まあいいんだけどね、いいんだけどちょっとパワーが欲しい。何に走力ばっか上がるんだけど。オッケー、こっち行こう。下だね。オッケーオッケー、どうだ。おにぎりマス踏みたいね。どこに来る。うわ下か。まあいいか。オッケーいいね。オッケー、第二もこんな感じで、ね、体力残しつつ、ちょっとパワーマスが全然ない。そして弾道もないね。弾道1はまずいでしょ。ホームラン全然打てないよこれ。選手は3人ですが、3人なんですが、オッケー。なんだって、何くれたの。内野安打。松井とは程遠いじゃねえかお前。イチローの方に欲しかったね。左投手、あこれはいいね。ナイス。ボーカ、意外性のある選手。意外性、おいい感じ。能力はいい感じだね。さてさて、あおにぎりマスがあるな。踏んでおきましょう。オッケー、体力中、素晴らしい。オッケー、どうだ。タイエラーノー、マジっすか。まずい、ぶっ飛ばしカードがなくなった。あーまあよかった、プロ入りカードがなくなったら危なかったけどね。やばい、第4の時点でかなり微妙な選手ですね。走力がかなり上がっていく。いらねえ走力。選手は3人か。とりあえずまずは宝マスターここ取りに行きましょう。イエス、パワー超人でありがたい。おいどこに行く。守備力、赤パネルがなくなった。 OK。なあまずい、カレンに目つけられた。これまずいぞ。とりあえずシャッフルマス、近くに出てくるか。どこに来る。うわ近くにいるな、これまずいな。オッケー、なに体力まずい。オーマイガー、オーマイガー、これまずいな。カレンに飛ばされたらアウト。あーもうこっちに来た、最悪だこれ。あーとりあえずゴール地点に出てきてくれたけど、これもうマジかよ。いやもうこれゴールするしかないね。もう次が最後ですから、もう次にかけるしかないね。 OK、 もうプロ入りカード持ってるんで、落とさなければこのままプロできるんでね。プロ入りできるんで。うわもう何この微妙な選手。とりあえず、うわ2か、2しか上がらず、これまずいな。カレンどこに来た。カレンは横か。うわ宝箱どこに行く。カレンどこに来た。カレンは上か。うわもうこれクソ微妙じゃん。ハテナマス、あーうち、オーマイガー、あーあーやっちまった。クソみたいな選手が出来上がりました。松井とは程遠いね。程遠い選手が出来てしまいました。いやなんでだ、能力もいい感じで取れてたんだけどね。やっぱりカレンとぶつかったことによりね、あーこんな選手になってしまいましたね。とりあえず顔設定の方していきましょう。いや悔しいねこれは。いい選手できてたかなとは思ったんだけどね、やはり難しいね。まあ運ゲーですからね、このサクサクセスは非常に運が重要になってきますから。オーケー、じゃあちょっと見ていきましょうか。こんな感じでございます。能力は左投手内野安打、弾道は1、これ絶対ホームラン出ないわ。これ絶対ホームラン出ないわ。そして意外性持ってますね。はい、この選手もねペナントで5年間、そしてね先ほど作った選手と同じで同じチームに入れて回していきたいと思いますので、もしよかったらね、見てくださると嬉しいです。じゃあね今回これにて実況終了したいと思います。何度も何十回も言いますが、ブログの方にね5年間回してみた結果を書いておくので、もしよかったら見てくださると嬉しいです。じゃあねご視聴の方ありがとうございました。また会いましょう。